ラジオイレブン。はい、始まりました。ラジオイレブンの吉木社長です。瀬尾です。はい、昨日はアーセナルがカップ戦をねやってたみたいで、はい、なんか僕の友達でイギリスにね今行ってる人はね、はい、見に行ってましたけど、昨日は冨安選手は出てないんですよね。そうですね、まあ、カップ戦で、うん、まあ、週末というか月曜日の日本時間でいうと月曜日の深夜にトッテナムとのノースロンドンダービーがありますので、はいはいはい、めちゃめちゃ重要な、はい、これどうなんですか。もうあの、勝てそうな目処はあるんですか。なんかアルテタが変なことせん限りは、おう、まあでもね、まあ、ワンチャンあるかもねみたいな。今年結構強そうじゃないですか、シティにも、はい、勝って。そうですね、うん、結構新監督のもと、まあ、独特というか、うんうん、なんかあんま見たことないようなサッカーしてて、まあ、シンプルにこうサッカーの面でもこう楽しめそうな試合になりそうやなという感じですね。うんうん、じゃあちょっとね、おそらく冨安選手出ると思うんで、はい。はい、そこのプレミアリーグの大一番、ぜひ、うん、日本代表のセンターバック、まあ、サイドバックですかね、応援しましょう、はい、皆さんで。応援しましょう、はい。はいはい、ということで今日はまたまたエスパルスの話題やっていきましょう。はい。聞いてるあなたを観客から監督に、今日もサッカー指導者そしてお笑い芸人がサッカーを深く面白く伝えていきます。Radio 11。はい、ということで、今日のテーマはですね、はい、エスパルスの権田選手、はいはい、もともとあのレンタル契約で、うん、買取オプション付きで、それが2億っていうのはね前から言われてたと思うんですよ。はい、うん、なんかすごいやっぱポルティモネンスやなみたいな感じでしたけどまあ今年1年は、はい、まあ、なんとか、レンタルでね獲得できたっていう感じなんですけど、うん、うん、でなんかツイッターでも、まあ本当か嘘か分かんないんですけど、エスパルスがその権田選手の買取オプションを行使するんじゃないかみたいなね噂も、あったんで、まあ、ちょっと気になったんですけど、うん、これってあのやっぱメリットとデメリットは両方あると思うんですよね。はいはいはい、はい、だからそこをちょっと話していって、じゃあ結局まあねどうなるか分かんないですけど、まあ、どっちの方がいいのかとか、ね、うん、皆さんにもちょっとコメントでいろいろ考えとかをね書いてもらえればなって思うんですけど、はい、あのちょっとね一個ね言いたいのが、やっぱりあのエスパルスの動画上げると結構好評なんですけど、はい、ちょ思ったよりコメントが来ないんですよはいあのサガン鳥栖とかね上げると結構コメントくれたりするじゃないですか。はい、そうですね、うん、でこういうの意見がありますとかっていう風にねいろいろ言ってくれるんですけど、はい、うん、エスパルスの方ね結構ねグッドとか教えてくれるんですけど、うん、うん、とか平均視聴維持とかはね結構あるんですけど、そうですよね、そうそう、はい、あんまりコメントがないっていうコメントちらほらって感じなんで、うんうん、はい、ぜひあの、ね、僕エスパルスサポーターなんであのぜひねちょっと語り合いましょうよコメントで、はい、ね、コメントくれたら嬉しいですもんね。そうですよね、やっぱそこでやり取りできるだけで、うん、なんかこう見覚えあるアカウントみたいなのが増えていったりとか、そうそうそう、っていうのがすごい楽しいですよね。はい、もう鎌足りなんかはもうめちゃめちゃ知ってますからね毎回コメントくれるんで、はいなんかこの前なんかあのなんかコメントくれたのに対してツイッターアカウント消したってあの返したらうん消したって来てましたからねはい、まあ、まあぜひコメントお願いします皆さん、お願いします。はい、ということで、ちょっとメリットの方からね見ていこうかなと思うんですけど、はい、まあそもそもね権田選手今シーズンキャプテン、はい、
で、まあ、経験も豊富な選手ですし、うん、めちゃめちゃ活躍してるじゃないですか、うんうん、もう今シーズン権田選手なしにはエスパルス語れないというか、うんうんうん、2021年のね今、まあ、ここまでで一番こう試合に出て、まあ、チームの軸としてやってる選手なんじゃないかなっていう、はいはい、うん、もう本当に権田選手と、まあ、あと言ったらバウド選手サンタナ選手とかそのぐらいかな、ずっとなんかこう出てるイメージがあるのは、うんうん、まあ、その中でも、ね、権田選手のスーパーセーブはねめちゃめちゃ際立ってますし、はい、やっぱあの海外帰りの選手で J リーグ帰ってきてなお継続して代表呼ばれる選手ってあんまりないじゃないですか、うん、うん、確かに。ただエスパルスでやっぱこうゴールキーパーっていう特殊なポジションっていうのもあると思うんですけど、やっぱこうシュートを食らうことが多かったりしても、はい、スーパーセーブでね、うん、もう止めてるし何個も勝ち点拾ってるんで、それが評価されて、はいはい、代表でも正ゴールキーパーやったりしてると思うんで、うんうん、今結構油乗ってるんですよねこの選手、うん、はい、まあ、その選手今何歳でしたっけ。今30超えたぐらいですかね。あ、うん、だからちょうどキーパーとしてはいい年齢ですよね。でやっぱりこうリーグ戦を勝つにはあのだからよく言うのは試合勝ちたかったら、まあ、いいフォワードを獲得しろみたいな、いいフォワードを使えて、うんうん、でタイトルを取りたいならいいディフェンダーとかいいゴールキーパーを、ね、はいはい、使えみたいなよく言うんですけど、うん、まあそれこそ権田選手がいることでもうこう継続して勝ち点を、まあ、上積みしていくというか、うん、取りこぼさなかったりとかなんとか勝ち点1もぎった取ったりとかっていうのができる選手なんで、はいはい、確かに、うん、この辺はめちゃめちゃメリットだし、やっぱり日本代表っていうのでプレー以外でも、ね、刺激がこうチームに、ね、与えられると思うんで刺激を、うんうんうん、エスパルスに日本代表がいる状態っていうのはあんまりないんですよ。はあ、うん、そうなんですね。最近で言ったらあの北川晃也選手が呼ばれた時ぐらい、はいはい、うん、あの時大盛り上がりしてたんですけどうちのチームから日本代表がっていう、はい、やっぱ、うん、それだけでね代表戦見るのも楽しくなりますし、うんうんうん、結構なんかやっぱ J リーグ見てる人で代表戦ちょっとあんま思んないわっていう人いるじゃないですか。はいはい、いますね、うん、でもやっぱ権田選手いるだけで代表戦見るし、うんうん、っていうのもね一個ポイントかなって思ったりするんですよ、はい、なるほど。で逆にちょっとデメリットはい、を考えていくとやっぱねどうですか、値段的に見て買い取るオプション2億っていうのはどうですか瀬尾くん。いやまあ なんていうんですかね、その相場として、うんうん、やっぱ日本人のゴールキーパーに2億っていうのは、うんうん、やっぱどうしてもこう高い印象を受けますよ ね、 そ, うですね、その権田選手がどうのこうのっていうのじゃなく、うんうん、そうですね、やっぱそこは高いかなとは思いますね。うん、権田選手のこう能力とかねは置いといて、はいはい、うん、そもそも買い取りオプション2億っていうその響きがねちょっとびっくりしちゃうような、うんうん、そうですね、はい、で確かねサンタナ選手もね2億ぐらい使ってるんですよね移籍金やらで、うん、だからまあ使う時はドバって使うのかなっていう印象もあるんですよ、うんうん、エスパルスって、うん、確かに。だから、まあ、どっかこう削減して出し惜しみはしないかなって思うんですけど、やっぱり、ねうん、高い印象はもちろんあります2億っていうの、はい、うん、で、まあ、さちょっとね言いましたけどコストを削る可能性がある、うんうん、っていうところでやっぱこう、ね、年俸が高い選手をちょっとこう契約終了満了にしてしまったりっていうのはあるんじゃないかなっていう、この、うんうん、まあ、権田選手を獲得することで、そんなね2億ポンって出てくるのはね、まあ、楽天じゃないですからうちは、はい、まあ、とは言いつつめちゃめちゃ発表してますから、はいはい、はい、ね、ちょっとエスパルスもしかしたらお金持ってますけど、
ね、なんかお金ありますよね、うん、はい、なんかねスポンサーの鈴代さんが頑張ってくれてるみたいな、うんうんうん、今年の順位とかも結構大事にはなってくるかなと思いますけど、うん、はい、まあ、ただここで例えばねエウシーニョとか、はいはい、例えばヘナとアウグストとかその辺がこうね契約満了とかになってしまう可能性ももしかしたらあるのかなとか、うんうん、そもそもね外国籍の選手も7人8人ぐらいいるんで、はいはいはい、その辺はちょっとね可能性ありますよね。なるほど、はい、で、デメリットもう一つ、はい、サブキーパーの永井選手が出る幕がないんですよ。ああ、うん、去年ね北九州でかなり活躍して、はい、エスパルス入って、はいはい、来たし今シーズンルヴァン結構出てましたよね永井選手、うんうん、でかなり活躍してたんですよ、うんうん、そうなんですルヴァン出てめちゃめちゃ止めるんですよ彼、うんうんうん、だからもちろん権田もうまいんだけど永井でも大丈夫じゃんみたいな声もあるんですよ。はいはい、うん、で今シーズンは権田選手レンタル加入っていうことで永井選手も、ね、サブキーパーとして構えてますけど、はい、もしこれで権田選手を完全で獲得するってなると永井選手もしかしたら出てっちゃうんじゃないかっていう、うんうんうん、で彼も、ね、そこまで若くないんですよもう永井選手、はい、今27、8ぐらいかな。そうですね、うん、そんなに若くないんでやっぱこう出場機会求めて出ていってしまうっていう可能性大いにありますし、うん、そうですね、はい、で、まあ、ユース上がりのね梅田東吾選手も、うんうんうん、今は岡山で正キーパーでやってますけど、はい、彼もかなり実力あるんで、うんうん、長い梅田で、まあ、大久保拓夫選手もいますし、はいはい、うん、まあ、そこがいれば大丈夫じゃないかっていう声ももちろんね分かるんですよ。うん、はい、でやっぱりこう権田選手がいるに越したことはないんですけど、はい、それによって永井選手が出ていってしまう可能性とか永井選手とか梅田選手をこう育成できない自分たちのチームで、うんうんうん、っていうのはやっぱありますよね。どうですかこの辺。いやでも永井選手に関しては、まあ、去年の北九州で結構な試合見てたんですけど、うんうんうん、やっぱり足元も上手いですし、はい、しかもこう反応も早くてこうビッグセーブも連発できるようなタイプのゴールキーパーなんで、いやーでも、まあ、結構いい年齢というか、うん、これからさらに油が乗ってくるっていうタイミングなんで、まあ、ここでこうね、こう心機一転自分の力をみたいな感じで、うん、移、う、籍、んうん、しちゃう可能性もないわけではないと思うんで。そうですね、あれだけ活躍できる選手はやっぱり引っ張りだこですから、うんうん、他のチームからも、うん、そうですね、うん、ね、可能性ありますし J1 で活躍できる選手なんでおそらく、うん、はい、そこがちょっとネックだなっていう、ところと、まあ、あとプレーのところでちょっと見たときに権田選手はかなりこうセービングとか、チームを落ち着かせる部分はすごい上手いですし、はいはいはい、でやっぱエスパルスって今シーズンロティーナ監督に代わって結構守備を最初やってたじゃないですか、はい、うん、でまずはしっかり固めてで防ぎきれなかったシュートは権田が防ぐみたいなあの、うんうん、アトレチコ方式みたいなのやってましたけど、はいはい、うん、でただここ最近でちょっとこうボールも持てるようになってきて、うんうん、とにかくビルドアップの練習っていうのをね増やしていってると思うんですけど、はい、うん、じゃあビルドアップどうなんだって見た時にあのさっき話が出た永井選手とかかなり上手いじゃないですか。はい、上手いですね、うん、で、梅田選手も上手いんですよねビルドアップ、うん、はい、って考えた時に権田選手どうなのっていう声があるんですよ。なるほど。僕の意見としては権田選手ねめちゃめちゃうまいと思いますビルドアップ。ああ、そうなんですね。うん、はい、でなんかこう例えば永井選手とか
あの梅田選手みたいにこうなんていうんですかね、力をこうすって抜いてもうフィールドプレイヤーのようにプレーするわけではないんですけど、はいはい、うん、うん、あのしっかり状況を見られるというか、うん、うん、相手がこう来ててもボランチにつけれるときはしっかり松岡選手とかにスパンってつけますし、ゴロで、うんうん、しかもそれも速いボールでつけるんで足元もしっかりしてるし、はいはい、で、普通にこうなんていうんですかね、むやみにつながないというか、うん、チームとして、まあ、状況が悪いとき押し込まれてたり相手のペースのときはやっぱ一旦相手をひっくり返すために長いボールを入れたりとか、うんうんうん、っていう、こう状況を見ながらビルドアップしてるんで、やっぱこうあんまりビルドアップのイメージがないのかなっていう。あ、なるほど、うん、結構その判断できんの緊張というか、うん、やっぱこのご時世この現代サッカーではこうつなぐことが正義みたいになってますけど、うんうん、やっぱそこで一個リスク回避できるのは、はい、大きな強みではありますよね。そうですね、はい、なんでそのビルドアップの面で見ても権田選手はかなりレベル高いと思ってるんですよ、うん、なるほど、はい、でまあやっぱ難しい、うん、でまあ僕の意見としては別に買ってもいいかなとは思ってるんですよ、うん、2億で、もし来年の冬、来シーズンに向けた時に、補強ポイントが多い、はいはい、来シーズンのね、オフの時に補強ポイントが多い場合だったら権田選手に2億使ってられないっていう可能性もあるんですけど、うん、僕としてはね、もう今年めっちゃ補強して今いい感じだと思うんですよ、うん、確かに、うん、センターバックも結構ね揃ってきてますし、はい、うん、サイドもしっかりいるし、うん、で、まあ、ボランチもね固まってきたじゃないですか。そうですね、うん、で何よりこう若手とか今レンタルしてる選手も活躍してるんで、うんうんうん、例えばね山原選手がこう出てきたりとか、うんうん、今 J2 で高橋大悟選手とか鳴岡選手とか活躍してますし、はいはい、うん、その辺もこうね、あのチームの戦力として見た時に今あんまり補強ポイントいらないんじゃないかなっていう、うんうん、サンタナも複数年契約ですし、はい、っていうところで、まあ、権田選手にここお金使ってもいいかなっていう、なるほど、うん、っていうのと、まあ、あとね僕が一個危惧してるのはポルティモネンセを突き上がらせてしまうっていうはいはいはい、うん、よくね日本がね被害に遭ってるじゃないですか、うんうんうん、で、ね、川崎颯太選手、いつも言っちゃう、川崎周平選手ね周平選手、はい、はい、がね移籍したじゃないですか、うん、うん、であの年齢でねあのポルトガルリーグにね声かけられるって誇らしいことなんですよ絶対に、はいはい、うん、なのにねみんなやめとけ言うんですよ、うん、うん、そのおかしくないかっていうそんなうん、どんなチームやねんっていう、はいはい、うん、っていうのでやっぱここでエスパルスがあの2億でねパンと買ってしまうとここで付け上がらせてしまうことになるんじゃないかって、うん、どうですか。いやでも、まあ、まあ被害者と言っていいのか分かんないですけど、うんうんうん、やっぱりそのロンダリングというか一回海外移籍さした日本人を、うん、この元の日本のクラブは高く買ってくれるみたいな商法が結構まかり通ってるんで、はいはい、今そうですね、ちょっとそこはねどうにかして変えていきたいところではあると思うんで、うん、はい、はい、いやでも難しいですけどね、あのちょっと話してたじゃないですか、そのレンタル延長とか、はいはい、例えばね、で、まあ、あとはその買い取りオプションを下げることができないのかとか、うんうんうん、っていうのはやっぱ交渉が大事になってくると思うんですよね。はい、うん、そうですね。で例えば権田選手2億でエスパルス一旦買わないよってなった時に、うんうん、じゃあポルティモネンセがチームに戻す気があるのかとか、うんうんうん、でどっかに売るつもりなら、まあ、どこも2億で買ってくれないよってなった時に、まあ、どうするのかみたいな、
はいはい、うん、なそもそもね、あの買取オプションが2億って最初からの契約だから無理だよっていう可能性もあるんですけど、うん、うん、まあ、その辺はなんとかしてこうね、なんかちょっとここでパッと2億出して買うっていうのをなんか悔しいんですよね。そうですね、はい、出す価値がないわけではないのがまた難しいところですけどね、うん、はい、っていうのでね、うん、難しいけどどうですかね、まあ、皆さんは、はい、あとポルティモネンス的にはこうそこまで権田選手を高額で勝ったわけではないんで、はいはいはい、まあ最悪そのなんですか、安売りする必要がないというか、うんうん、必死に元を取り返さなあかん選手でもないかもしれないんで、うんうん、なるほど、結構なんか強気な交渉してきそうやなっていう印象はありますね。なるほどね、はいはいはい、いやちょっとこれは注目ポイントですよね。うん、うん、しかも、ね、エスパルスだけじゃなくこう J リーグの問題として、そうそうそう、 J リーグ全体だし、はい、権田選手今日本代表の正キーパーですから、はいはいはい、日本全体の問題だと思うんでこれはい、まあ、まあちょっとこれはね注目していきましょう。でぜひ皆さんの、ね、はい、意見も、お聞かせください。お願いします。はい、はい、エンディングです。はい、ね、ちょっとまた先取りしてあの来シーズンの移籍情報みたいな話ですけど、はいはい、うん、まあ、もう少ししたらね本当にあのそういう話出てくるというか、うん、まあ、スカウトの人なんかはもうね動き出してる頃だと思うんで、ああ確かに、うん、またね結局その辺が一番面白かったりするじゃないですか。そうですね。で、あのねジューベルト選手の記事が出てたんですよね。あの、はい、バイーアンっていうねあのブラジルの、チーム、はいはい、にいる選手なんですけど、エスパルスがねここ数年ずっと獲得交渉してる選手なんですよ、はい、ジューベルト選手っていう2年前も記事が出て、であの今シーズンも獲得するかってなったんですけど結局断念して、はいはい、でおそらく彼が今シーズン限り退団っていう記事が出てて、うん、うん、でどっかねこうブラジルの国内移籍するんじゃないかとかっていうの出てますけど、ちょっとその辺も、はいはい、もしかしたら J リーグ来るかもしれないっていうので、うん、うん、でエスパルスもね結構長年狙ってた選手なんで、まあ、サンタナ・カルリーニョスがハマってるとはいえどなんか動きがあるのかもしれないなっていうので、うん、ちょっと僕は注目してますね。そんな選手いたんですね。はい、なんかそんな複数というかその何年も狙ってるっていうのはすごい気になりますよね、うんうん、そんな結構長期的にね、うん、はいはい、まあその辺もちょっと見ながら、今後も移籍情報とかね取り扱っていくんで、ぜひ、皆さんチャンネル登録お願いします。お願いします。はい、ここまでのホワイトは吉木社長と瀬尾でした。バイバーイ。バイバーイ。Thank you.